5年に公開されたゴール2007年公開のゴール2の続編で全3部作の最終章となっている2006年のワールドカップドイツ大会が舞台となるただし日本では劇場映画としては公開せず DVD とブルーレイディスクで発売されたストーリーの路線は全2作と違い大幅に変更され 結果多大なファン離れを生むこととなった。いよいよワールドカップが迫ってきた。サンティはメキシコ代表として、チームメイトのチャーリーとリアムはイングランド代表として、共に世界の頂点を目指すことに。カリスマプレイヤーであるチャーリーはサンティとリアムと一緒に映画の撮影現場に入り、そこでソフィアと知り合う。意気統合した4人だが、 交通事故でサンティは腕を骨折してしまう。アル中のリアムは酒を断ち、練習に没頭する。そしていよいよワールドカップ開幕。ベンチ入りしたチャーリーとリアムだが、チャーリーは試合中に事故の後遺症のせいで休止してしまう。リアムは友達のため、祖国のためにピッチに立つ。ありがとうございます。